今からおよそ350年前、蛇行している川の土地を田んぼに転用するために掘られた洞窟です。目の前に立つと吸い込まれそうです。春と秋には朝日がハートを作ります。脳みその滝の名前で一躍人気観光スポットになったこの場所に亀がいるのをご存知ですか？10年前、地元の井原博美さんが発見し、亀岩の洞窟と名付け親しまれてきました。ご利益のある亀なんだとか。姿を見つけたら幸せが訪れるかもしれません。